ありがとうございました。ただいまの曲はね、ジャズでお楽しみくださいと言いながら今の曲はね、実はタンゴの曲なんです。で、まあ、あのタンゴって歌は昔からあの社交ダンスなんかでね、ラテンって言われる中で、まあ、タンゴなんかあるんですけど、多分あの今までよくね耳にしてたのはあのコンチネンタルタンゴって言って割とね、日本人向けとかに聞きやすい感じのタンゴなんですけどね、もう一個ねアルゼンチンタンゴって言って、まあ、あの割と現地の、こうなんかあのラテンのねちょっとアラっぽい感じの、単語もあります。であのそんな中であのアストル・ピアソラっていうね、タンゴの 革命者みたいな人が出てきまして、その人の曲なんですけど、だいぶ前にねこれコマーシャルでもねクラシックのチェロ奏者のヨーヨーマっていう人がこれやってて、あのしばらく流れてたんで、まあ、お聞きになった方もあのいらっしゃると思いますけど、リベルタンゴ、まああのリベラルなタあのというのとタンゴっていう合わせた造語なんですけどね、まあ、ちょっとあの革新的なタンゴっていうことです。じゃあね、今度はねジャズのど真ん中の曲ですね、まあ、ジャズっていうのはあのまだテレビとかラジオがない時代にミュージカルみたいな、娯楽がありましてね、アメリカでブロードウェイの中ですごい発展したんですけど、その時に有名な作曲家が何人か出まして、ジョージ・ガーシュインっていうね、人もその一人です。あとコール・ポーターとかね、ジェローム・カーンとかアービング・バーリンとかね、いろいろ言うんですけど、まあ割とあのガーシュインっていう人はそういうあのアメリカンポピュラーソングも作ったんですけど、本人はねすごくねクラシックがやりたかったんです。でね一時ねヨーロッパに渡ってラベルにね弟子に頼んだんですけどね、ラベルはねなんかもう面倒くさそうに手よくね、君はね第二のラベルになるより、第一のガーシュインになりたまえかなんか言ってうまいこと追い返されて、断られたんです。でまあ終生そういうクラシックの憧れを持ちつつ、自分でもそのクラシックの曲を作って、ラプソディーンブルーとかね、ヘチョウのメロディーとか、そんなクラシックの曲もあるんですけどね、まああの、ほんまのクラシックの不安から見たらちょっと違うんですけどね、まあ、そのガーシュインが、後年、黒人ばっかり集めて、オペラといってもね、ちょっと短い感じのオペラなんですけど、作りました。ポギーと&ベスっていうね、でその中でねサマータイムっていう、まあ、子守歌みたいなんですけど、それがね割とあの単独でヒットしましてね、いろんな人がやっています。で特にまあ夏になったら多分いろんなところで聴かれる機会も多くなると思いますけど、そのサマータイムを、ビッグバンドでお送りしたいと思います。
三浦さんでした。ありがとうございました。サマータイムでした。はい、じゃあ、次の曲はですね、あ、はい、ここからはね、ジャズを作りましょうと言いながらしばらくちょっと日本の曲が続きます。まずはね、これは谷村新司が歌った、曲で、いい日旅立ちっていう曲を言ってみたいと思います。いい日旅立ち。
谷村さんを忍んで、お送りしました。もう一人ね、亡くなった方を忍んでお送りしたいと思います。八代亜紀さんの、船歌です。では行ってみたいと思います。昭和歌謡ですね。はい、長吉さん。
あちら加藤さん、そして真ん中トロンボーンセクションです。今回ね初めて、参加された米坂さんです。お隣高橋さん、お隣中島さん、そして、バスコンボン河合さん、そしてトランペットセクション、私三浦です。当バンドのバンマス重本さん、そしてお隣、山下さん、そしてこちら、中平さん、はい、では、ね、次は、リズムセクションいきたいと思います。ピアノ野中さん、ベース、男性ですけど奥さん、そして、ドラム今岡さん、そしてね、さっき2曲昭和歌謡をやったんですけど、まあ私たちはね、割と地でいけるんですけど、この人だからちょっと地では行きにくいギターのリチャードさん、そしていつものように、あちらの方に帰っています。カメラ担当港さんです。はい、じゃあもう1曲ね、昭和歌謡の中からいきたいと思います。これはね、昭和歌謡を素材にしたジャズです。恋のバカンスっていうね、ザ・ピーナッツっていうあの歌子の女性のね、やっぱりね、あの一卵性なんで声もね質もよく似てるんで、ものすごいハモってた記憶があります。その、ザ・ピーナッツのレパートリーの中から恋のバカンスいってみたいと思います。
ありがとうございました、恋のバカンスでした。じゃあ、1回目のですね、インストルメンタル最後の曲になりますけど、これはね、アメリカのスタンダードで映画の、ベニグトマ物語っていう映画がね、音楽映画がありました。グレン・ミラー物語とか、それについてベニグトマ物語ってありました。そのね、ベニグトマのね、主役をやってた人がね、ここにいる長吉さんにちょっと似た感じの人がクラネットやってたんですけど、そんなこの映画のね、テーマソングで Memories of You って、曲がありました。今日はね、トランペットの、山下さんをフィーチャーして、お届けしたいと思います。 Memories of YouI'm gonna go to the hospital.
ボーカル西脇吉川さん。こんにちは。今日もたくさんお越しいただきまして本当にありがとうございます。いつもどっちかって今日はちょっとね夕方からということだったんですけども、今日もねお昼間暑くて、いいお天気でしたね。なんか前半の曲はちょっと夏、これからねもうあと1ヶ月もしたら暑っていう時が来ると思うので、夏に向けてのナンバーをお届けしたいと思います。ちょっとプログラムとは順番変わったりいろいろしておりますけれども、ご了承ください。ちょっと夏っぽい感じでねありがとうございます。ではボーカル交えての1曲目はボサノバの代表的なナンバーかな、ガルタジ・イパネマ、イパネマの娘のポルトガル語でお届けします。
知らなかったんですよ。なんかたまたまなんかで、ね、聞いて、あ、いいなと思って、ラブレターズ in the sun っていうね。で、これはなんかラブレターズっていう複数なんですけど、調べたらこうたくさんラブレターを書いたっていうわけじゃなくて、この LOVE ラブの文字のこと、愛の深さみたいなね、そのことを言っているそうです。パットルーンという方が歌ってとてもねヒットしたナンバーそうです。聴いてください。
ちょっとね、曲の終わりにはなんかちょっと色っぽい曲なんですけれども、そんなナンバーお届けします。
ありがとうございました、ベイシーストレートアヘッドっていう曲でした。皆さん暑いでしょうか。ちょっとさっき緩めたみたいなんで、大丈夫ですかね。まあちょっとね、汗ばんで聞くぐらいがちょうどいいと思います。じゃあ、続きましての曲は、先ほどね、この今流行ってるスタンダードナンバーっていうのは、まあ、昔 の, あのミュージカルとかね、映画の中から、来たのが多いんですけど、そのミュージカルといっても割と初期のミュージカルで活躍した作曲家でアービング・バーリーっていう人がいます。この人のね、一番有名な当たり曲はホワイトクリスマスです。他にもね、まあ、何曲かあったりするんですけど、まあ、その人の曲で、Let's Face the Music and Dance っていう、曲を行ってみたいと思います。映画が下火になると、テレビがね、すごい
急してきまして、みんなあんまり映画行かなくなってテレビ見るようになったんです。でそういうテレビの番組がたくさんできた時に、やっぱり活躍した作曲家というのが何人もいまして、その中の一人にヘンリー・マンシーンってね人がいます。この人で有名な曲はねたくさんあって、さっきあのコンボでやコンボであの小編成でやった酒とバラの日々とかね、ムーンリバーとか、いい曲がたくさん作られたんですけど、その中の、一曲でスローホットウィンドっていうね、これはなんかのね、テレビのやっぱりその中の曲なんですけど、長吉さん何でしたかね、ミスターラッキーって言ってね、テレビ映画の中の曲です。それミスターラッキーっていう、まあその表題の曲も有名なんですけどね、まあ、その中の曲の一曲です。スローホットウィンドっていう曲です。自分でこう曲を作ってね、それがこうヒットするっていうのもまあ多々あります。次の曲はそういう中の一曲で、ピアニストのねエロール・ガーナーっていう、この人はね、独特のノリの、ピアノ弾く人なんですけどね、まあ昔のピアノ人にありがちなものすごい名人芸を持った人なんですけど、その人がまあこれは嘘かほんまか分からんけど、言い伝えるよね、どっか の, 空港で、飛行機に乗ってて空港にどっかに着くときに思いついてすぐこう紙に書いてへんか、
この人はね、譜面読めない人なんです。だからもう耳で覚えてね、やる人なんですけど、まあ会場ついて弾いて覚えたんでしょうね。で、いつもね、分厚い電話帳を持っててね、ピアノの椅子、それでこう調整して弾く椅子やったらそれに置いてその上に座って、やるっていうような、まあ、エピソードのある人なんですけど、そのエロル・ガーナっていう人の、まあ、代表的な曲で、まあボーカルの人やったらほとんどの人が歌います。ミスティっていう曲を今日はね、ちょっと、ラテンタッチのアレンジでお送りしたいと思います。ミスティ。Thank you.
皆さん楽しんでいただいておりますでしょうか。ありがとうございます、ちょっと いつもねちょっと聞かせていただくんですけど、今回このライブ、あのアサムルスイミングクルーのライブに初めて来たっていう方いらっしゃいますか。あ、結構わっ手上がってますね。ありがとうございます。嬉しいですね。もうなんかやっぱりあの毎回来ていただくのもすごく嬉しいですけど、やっぱり結構何人かね、毎回聞くたんびに結構手を挙げてくださってて、いや嬉しいです。でははい、ジャズのスタンダードナンバー聞いていただきたいと思うんですけれども、 The Lady the Trump というナンバーです。これはあのレディー・ガガとトニー・ベネットがデュエットをしてとても話題になった曲なんですけども、主人公は女の子、こう自由が大好きで、もう時間、もう晩ご飯の時間とか決められるのも嫌だし、もうあのお皿洗いも嫌だし、なんか女子会でべちゃべちゃ喋ってるのも嫌だし、私はあの素敵な風に吹かれて、もう爽やかな風に吹かれて自由にしていたいのっていうね、そのレディー・ガガにちょっとねぴったりなナンバーだったと思うので、ヒットしました。そんな曲を聴いてください。
my mother wore is a hopeless jumble, and the raindrops tumble all around.
たあのちょっと入り口のところに置いてる CD なんかもあの帰り見ていただけたら嬉しいです。では聴いてください。瑠璃色の地球。
最後はもうジャズのスタンダードナンバーで、皆さんこれはご存知じゃないかなと思います、ビッグバンドの、ね、定番ナンバーだと思いますね、皆さんでハーレムへ行きましょう。 Take the A train。What is coming?
ありがとうございます。西脇塚さんでした。はい、では、またインストに戻りたいと思います。さっきからね、時々やってるボサノバとかサンバっていうのはね、割とね、ジャズに比べたら、比較的新しい音楽で、最初にね、世に出たきっかけっていうのがね、映画で、カーニバルの朝っていうための、映画がありまして、この中のね、黒い夜べか、黒い夜べって映画の中のカーニバルの朝っていうね、曲が割と世界的にヒットしたんです。まあもう普通みんなは黒夜べ黒夜べって言ってるんですけど、正式にはカーニバルの朝っていうね、題名がついてるんですけど、その中の、音楽を担当したね、アントニオ・カルロス・ジョビンというブラジルの作曲家がいて、この人はねものすごいいい曲たくさんたくさん作ってるんですけど、この映画が、まあ世に知られるきっかけとなった映画なんです。で、他にもね、オルフェのサンバっていうね中にありまして、この時の映画を見たんですけどね、字幕はね字幕が確かねフランス語やったんちゃうかな、まだねブラジルはねなんかフランスが当時してた時代なんじゃないかな、なんかそんな古いね白黒ね、そうあんまり下手なこと言ったらリチャードさんに怒られるからまあその黒い夜と、もう一曲ね、オルフェのサンバっていう曲を今やってみたいと思います。サンバでオルフェ。
Thank you.
キングキングキングでした。今のがね、最後の曲になるんですけど、はい、今日はキングキングでした。はい、じゃあ、先ほどの西脇さんにも入っていただいて、スティーブ・ヨンダの曲で You are the sunshine of my life、 すみませんか。ありがとうございます。
Thank you.